岡山表町商店街。岡山表町商店街は、岡山県岡山市北区にある商店街である。岡山市街の中心的繁華街。岡山市北区表町の桃太郎大通りから国道250号に至る総延長 1km 以上のアーケードで覆われた商店街の総称である。北から、上野町商店街、アムスメール上野町、中野町商店街、 下野町商店街、栄町商店街、上野町商店街、千日前商店街の順に南に伸び、上野町商店街、千日前商店街を東西に交差する形で、最大寺町商店街があり、その西に新最大寺町商店街が伸びている。競技にはこれら八つのアーケード商店街から成り立っており、抗議には中野町商店街の東側に南北に伸びる、 オランダ通り商店街を含めた一帯を指す。町名では岡山市北区表町一丁目、二丁目、三丁目に該当する。戦国時代末期から江戸時代にかけて形成された岡山城下の商人町を起源としており、上野町商店街から最大寺町商店街までは旧山陽道である。下の町商店街には地元百貨店の天街や岡山本店があり、 高級ブランドの路面店が入居していることから、岡山県下有数の繁華街を形成している。神谷町商店街や千日前商店街などは、古くからの個人商店がの木を連ねているが、核となってきた映画館や山頂目劇場の撤退、店主の高齢化や売り上げ減少等による商店の閉鎖が相次いでいる。跡地にはマンションやコインパーキングが立地し、 商業地としての機能を低下させつつある。商店街組織として、岡山上野町商業共同組合、上野町商店街、共同組合中の町商店街、中野町商店街、共同組合岡山市下の町商店街、下野町商店街、共同組合岡山市栄町商店街、栄町商店街、共同組合岡山表町南部商店街、上野町商店街、 共同組合最大事長商店会、最大事長商店街、新最大事長商店街共同組合、新最大事長商店街、岡山千日前商店街共同組合、千日前商店街がある。これら8組合の連合体として、共同組合連合会岡山市、表町商店街連盟が組織され、表町商店街共通のイベントや企画が行われている。 戦国時代末期に、浮田秀家が、岡山城とその城下町を整備した際に、岡山城の北を通っていた山陽道を城の南の京橋を経て、城の西へと付け替え、備前国内から商人、職人を集め、城下の山の車の山陽道沿いに住まわせた。この時形成された商人町が、岡山氷町商店街の起源となっている。上野町、当初は、 福岡上野町、神谷町、西大寺町などの町名は、この頃成立したとみられ、下の町と上野町には、本陣が置かれた。1891年、明治24年3月に、山陽鉄道が、岡山まで開業すると、京橋を中心に発達していた周運が捨てれた、ことにより橋のたもとの橋本町の地位が低下し、代わりに鉄道に近い上野町、中野町、 下の長商業の集積が進むようになった。1912年、明治45年には、岡山電気軌道の路面電車が開通し、証券は岡山郊外の軍部にまで拡大した。1903年、明治36年には、八つの町の合同により、ブリ商会が結成され、現在の表町の故障の元となる、表八か町という故障が誕生した。 当初は上野町、中の町、下の町、境町、上谷町、西大寺町、新西大寺町、橋本町を指していたが、第二次世界大戦後に、橋本町に代わって、千日前が、河江られた。大正から、昭和初期にかけては、天甘瀬河新町、千日前を中心に、帝国館、後の岡山小畜、2006年閉館、金馬館、若玉館、 後のテアトル岡山2000年閉館文化ニュース劇場、後の SY 小畜文化2005年閉館等の映画館が次々と開館し、飲食店も軒を連ねるようになり、この頃より大阪の千日前商店街に倣って千日前と呼ばれるようになった。また、最大寺の五福商、天満屋が当時の新業態であった百貨店に転換し、1912年、 大正元年に中の町に支店を出店し、後に本店を設置した。1936年、昭和11年には、鉄筋コンクリート作り地下1階、地上6階の新店舗を完成させ、岡山の商業中心地として確固とした地位を築いていた。しかし、1945年、昭和20年6月29日の岡山大空襲により、商店街一帯は、 壊滅的な被害を受けた戦後は1945年10月に天満屋がいち早く営業を再開し商店街でも岡山市中央商店街復興委員会が結成され復興が進められた1946年昭和21年11月には恒例の大正門払いを行うまでに回復しその後は 商店街全体の設備の更新が進められた。1949年、昭和24年12月には、全国初の百貨店接続型バスターミナとなる、天馬やバスステーションが完成し、表町は、岡山の商業の中心地としての地位を回復した。1957年、昭和32年には、表町全体に、アーケードが完成した。年、 昭和47年3月に、山陽新幹線の岡山開業に伴い、岡山駅前地区に、高島屋岡山店や岡山一番街などの商業施設が相次いで進出した。表町は、天満屋の増床、中野町地下街、天地下タウン、中地下タウンの開業によりこれに対抗し、1978年、昭和53年7月には、 新アーケード、中野町栄町館とカラー舗装、中野町から震災大事を完成させた。また、1970年代から1980年代には、岡山市と岡山商工会議所が3度にわたり、表町の商業近代化計画を策定し、1991年、平成3年の上野町商店街のアーケードカラー舗装のリニューアル、岡山シンフォニービル、 上下地下駐車場などの再開発事業に結実している1990年代以降は、中心市街地の人口減少、郊外への大規模店の進出、個人商店主の高齢化などにより空き店舗が増加し、商店街の活性化が大きな課題となっている。2000年代に入ると、都心回帰の動きからマンションの建設が進んだことで、周辺人口も、 回復傾向にあり、小規模なスーパーマーケットの進出が相次いでいるが、通行量は2012年、平成24年までの過去30年で半分以下に減少している。2009年、平成21年3月に、中小企業庁の新、頑張る、商店街77選に選ばれた。2013年、平成25年10月には、 中野町商店街で町づくり会社が設立され活性化が取り組まれている。2015年平成27年4月から政府が始めた外国人旅行者を対象にした消費税の免税手続きを一括して担う一括カウンター制度を全国の商店街で初めて活用。同年5月28日には免税カウンターを天満や岡山店に開設し、 表町商店街とロマンチック通り商店街に加盟する20店舗が一斉に免税店となる。JR 岡山駅から楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。